皆さん、サウナでようこそ。本日は、こちら、天川薬湯センター、水葉の湯さんよりお送りいたします。それでは早速中の方に行ってまいりましょう。ハーブのサウナと滝を見ながら入る薬湯の露天風呂、心も体も癒されますよ。ぜひお試しください。サウナの前にやってきました。しかも僕は人生初のハーブサウナなので楽しみです。ではちょっと早速入りたいなと思います。いただきます。こちらにストーブがあります。なのでもうこの前、もうビビるぐらい暑いんですけど、今立ってるだけでも熱々と香りが漂ってきてます。で、温度計とタイマー、なんかちょっとさっきから自分かわかんないですけども、ちょっとローズマリーの香りが体から漂ってきてるんじゃないかっていうはい、もうちょっとあと 2,3 日ぐらいはちょっとこの香りを漂わせながらちょっと生活していきたいと思ってます。そろそろちょっと10分が経つので、ちょっと外に出て隣にあるシャワーでちょっと 水を浴びて、この大自然の中の美味しい空気と、まあ、程よく冷たい風を浴びながらちょっと大休憩をしたいなと思います。行きましょう。すいません、ハーブサワーさん、ありがとうございました。ごちそうさまでした。ではちょっとシャワー浴びたいなと思います。水風呂は勢いでいけるんですけど、そのシャワーっていうのは本当にあの自分の気持ちのもので、気合で乗り切ってほしいなっていうところで、もう耐えれるところまで耐えてます。 OK ですか。整いました。皆さん、本日は天川薬湯センター水葉の湯さんよりお送りいたしました。こちらの魅力あるハーブサウナ、そして薬湯、そしてこちらの絶景を楽しみにぜひいらしてください。それではさよならー。